みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はダイソーで約2000円分の商品を買ってきたので紹介していきたいと思います。ということで、まあダイソーといってもあのですね、300円ショップっていうのかな、もうセットのお店でして、300円のものがちょろっと入っちゃってるんですけど、2000円分はい、きっちり買ってきました。まあ消費税とか別でね。はい、ということで早速紹介していきましょう。まずはね、アクセサリー系から紹介したいと思います。まずね、こちらですね、こちらのね、イヤリングですね。このもうね、黒にね、ゴールドのね、縁ってめちゃめちゃ可愛くないですか。この冬の時期とか何でも合わせやすそうで、とても可愛いなと思って買いました。しかもこれあのこんな感じの調節できるんで、はい、取れなさそうですよね。あの今あるじゃん、最近なんかハタムだけとかさ、そういうのすぐ取れちゃってさ、あとマグネットピアスとかすぐ取れちゃうんですけど、こういうのあるとやっぱ安心ですよね。こんな感じです。可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど。可愛い、ありがとうございます。多分ね、これ今の時期って、これからの時期にぴったりだと思うので、はい、つけたいと思います、これから。可愛いんだが、愛用ですね、これはもう愛用品として愛用させていただきます。言ってたかな。次もアクセサリーなんですけど、こちらのね、シルバーの、カチューシャ2点セット。この色可愛くない？この銀色のさ、シルバー感かっこよくない？かっけー、超かっこいい。これもうほんと可愛くて、矛盾してる？かっこいいと可愛いって矛盾してる？まあいっか。まあそうなんです、ほんと可愛くてかっこよくて最高なんですけど、ちょっと取りますね、タグ。ということで、かわいい、取れました。取れました、かわいい。ということで、ちょっとつけてみますね。これ前の方がいいかな。待って、髪もう一回。まずこれを奥にして、これを前にする。どう？かわいい？かわいい。ちょっと髪でボコってなってる。あ、どう？いい感じじゃん。かわいい。この、今。かわいくない？かわいくない？やば！今のダイソーすごっ。まあ、300円なんですけど。ダイソーの300円均一バージョン的な。かわいい。ちょっと皆さん、これいいです、めちゃめちゃいいです。これから私これ愛用します。愛用品確定、おめでとうございます。ということで使っていきましょうね。これ皆さんもぜひよければお揃いにしましょう。これ次はね、こうなんていうのかな、こういうね、あの雑貨系、置くやつ、置物ですね、を紹介していきます。もういっぺんに紹介しちゃいますね。こちらの3つ買ってきました。まず1つ目が濃いピンクのこういう感じのお花ですね。こういう感じとはどういう感じだってなると思うんですけど、こういう感じです。続いてちょっと薄い感じのこういう感じの花です。こういう感じとはどういう感じだって思うんですけど、こういう感じです。最後、青のお花。私の部屋あんま青ないんですけど、ちょっとね、このね、ここを見た時に青いバラが1本あったのがとても可愛いと思ったので、ちょっと買ってみました。こういう感じの青いやつです。で、これを入れる花瓶っていうのかな、こういう感じのがこれですね。ちょっと分からづらいので開けてみます。はい、ということで、これですね。一
瞬試験管だと思うじゃないですか。違うんですね。なんとこれ、だだん、これも分かりづらいな、背景がちょっとこういう感じのね、なんかワイヤーフラワーベースっていうのかなって書いてある。これになんか置いて、ここに花をこうやると、なんということでしょう、超可愛くなるんですね多分。ということで、ちょっと一回ね、どんな感じか入れてみたいと思います。向きが、どうすかね、どうですか、かわいい、かわいいよね、超かわいいよね、もう本当にかわいいと思うよね。かわいいですね。これこのワイヤーがね、そうそう、ワイヤーフラワーベースだっけがあることによって、こういうお上品さが出てね、より女の子らしいお部屋の増加になるんじゃないかなと思います。これも可愛いです、皆さんおすすめです、買ってみてください。次はですね、加湿器ですね。あれ、こっち、加湿器ですね。スクエアモノトーンということで、今回は白を買ってきました。開けていきます。開けないと分かんないよね、みんな。開けてあげる。すごい上から目線、なんかすいません、字幕でさ、字幕っていうか文字で申し訳ございませんでした。はい、ということでね、開けてみました。ちょっと白飛びしちゃってるかもだけど、こんな感じのね、四角い、まあ名前の通りスクエアな加湿器でございます。でね、本当にとってもね、スリムですごい白で、本当どんなお部屋でも合わせやすいような加湿器ですね。これは500円です。500円で、これにセットでね、このコットンシャワーっていう、このアロマウォーターをね、ちょっと買ってみました。でもね、これ匂いが、あのテスターみたいなのがなくて、まあ、このご時世だし、まあ、このテスターもなくて、そうそう、それで名前が良さそうなコットンシャワーにしてみました。シャワーってつくやつ大体いい匂いじゃない。私の部屋ピンクだから、ピンクのボトルのやつも迷ったんだけど、匂い的にはこっちの方が爽やかな香りがするのかなと思ってこっちにしてみました。使ってみてね、感想あったら、はい、ちょっとね、まあ、とりあえず使ってみたいと思います。はい、以上加湿器でした。次はですね、こちらのマジックですね。この選んだカードを一瞬で見つけるっていう、これすごくない？びっくり手品、すごいよねこれ。ちょっと私、あの手品してみたくて、マジックっていうの、ちょっとこういうのにすがりたくなっちゃいました。でもこういうのはあんまり見せちゃダメだと思うんで、説明書とかは見せないんですけど、なるほどね、こんな感じのが入ってました。今度練習したいと思います。トランプはね、普通なトランプですね。練習してみたいと思います。多分ね、そのできるようになったらショート動画とか出せたらなと思うので、楽しみにしていてください。次はこちらのルームソックスですね。これめっちゃ可愛くない？私冬場足が冷えるんですね。そうなんです、足が冷えるんです。手と足が冷え性なのかなっていうぐらい冷たくて、なのでね、冬のちょっと寝る時とかルームソックス履きたいと思います。めっちゃ可愛くない？このなんていうの、モノトーンのラインチェックって書いてあるけど、このチェックっていうの、ほんと可愛い、めちゃめちゃ可愛い、使いたいと思います。かわいい。
最後はこちらの犬のおもちゃ、いちごですね。これはまあそのままです。白黒のおもちゃですね。もうね、もういちごが可愛くて可愛くて、いちごをかみかみしてる白黒が見たかった。可愛くない？めっちゃ可愛い。この葉っぱが可愛い。もうずっとかみかみしてそう。もうこれ音も鳴るんで、散歩の時とかも普通に取りに行けるし、ドッグランとか行った時もね、全然大丈夫だし、もちろん家でこう遊んであげるのにもバッチリ。素晴らしいアイテム。100均とかでこういうの買えるのがいいよね。もうそういう時代かーってたまに言うんですけど、お前はおばあちゃんかってよく言われますね。はい、ということで今回はね、ダイソーで2000円分、お買い物をしてきたので、その買ってきたものを紹介してみました。ということでね、どれもすっごいいいものばかりだったので、皆さんもね、ぜひ買ってみてください。ということで、それではバイバーイ。